薬草大和陶器の定植作業がこのほど行われ、町内の中学生が苗植えを体験しました。高浜町山中の畑で行われた大和陶器の定植作業には、内浦中学校の2年生7人をはじめ、町の職員や栽培事業者などおよそ20人が参加しました。はじめに薬草栽培の指導員を務める九州保健福祉大学薬学部講師の渥美俊幸さんが、生徒らに生薬の作り方や町が取り組む薬草の産地化事業などについて説明しました。青山っていうのはここに独立法で存在してます。でそうすると生物の多様性に富んでます。で薬用植物も多いといったそういった背景がありました。で日本で漢方薬を安定して供給できるように安心安全な国産の薬草を作りたいと。でそうすると高浜町としては患者さんの病気を治して治療に貢献できるっていう、まあ、そういった部分があるので、非常に意義深い仕事ができるんじゃないかなということで、高浜町では薬草栽培っていうのを始めております。この後生徒たちは二人一組に分かれて、厚美さんらの指導を受けながら大和陶器の苗を植えていきました。生徒らはスコップで穴を掘ると、太さ8ミリ、長さ20センチほどの大和陶器の苗を斜めに傾けて丁寧に埋めていきました。もっとグッと入れます、ね、はい、で、はい、はい、じゃあその状態で、また次、新しいの出てきます。そうだそうだ、うまい、最高や。そうです、よしよし、端っこを押さえてあげる、隅を押さえて、そうそうそう、で、手離す、はい、かぶせる、いいよ、いいよ、オッケーオッケー、もうダメだ。大和陶器は婦人薬などに用いられるセリ科の多年草で、根の部分が生薬や漢方薬の原料として使われます。高浜町では青葉山に薬草が自生していることを機に、2015年から薬用作物の産地化事業を開始、2年前からは厚美さんを栽培指導員として招き、大和陶器のほか三島西湖やシソなど高浜町の中山間地に適した薬草の栽培に成功しています。総合的な学習の一環として、大和陶器の定植作業に参加した生徒たちは、この日地元で行われている薬草栽培についての理解を深めていました。その大和陶器の苗を45度、斜め45度の角度で植えるのが難しかったです。結構大変でした。結構硬かったです。収穫してそのたくさんの患者さんに届いてほしいです。生徒たちは今後、来年4月の出荷に向けて大和陶器の収穫や加工作業にも携わるということです。ちょっと葉っぱのあたりに匂っちゃったりなんかして匂っちゃったりなんかして